ずるとさみたいなのが自分が成功した要因の一つでもあると思う。なんかすげえ興奮してるね。興奮してるよ。もうめっちゃきっちりやってもそのルーティンもそうですけど、はい、プレーもそうですし、いろんなところできっちりしてるんだけど、他はすごい適当。ようこそ三浦浩一の部屋へ。え、それ何やってんの？田村選手の真似。キックの前の時に構えてる時の田村選手の真似ね。大丈夫？田村選手ファン多いよ。はい、ということですね、はい、日本代表人気選手10選ということで、冒頭にあった通り本日は田村選手です。田村選手ですね。はい、怒られるかなこれ。大丈夫でしょう。はい、まあ、田村優選手はもうやっぱ言わずもがな、女性の人気がすごい、すごい、そう、めちゃくちゃすごい、すごい。そんな田村選手にあやかろうとした動画です。イエイ。はい、まあ、そうやって、ね、たくさんの女性が見てくれてるということも信じて、僕からも一つお願いいいですか。チャンネル登録の方お願いします。お願いします。ということで、じゃあ早速ね、田村さん、じゃあ田村選手のまあ紹介と、まあ、この動画はですね、先にもう一度言っとくと、にわかファンのにわかファンのためによるにわかファンためだけの動画でございます。慣れてきたね。おー、慣れてきたね。はい、なので、まあ、そういった田村選手がどんな選手なのかとか、まあ、どんな人なのかっていうところについてちょっと掘り下げていきたいと思います。はい、はい、じゃあ田村優選手なんですけども、はい、日本代表でスタンドオフとして、はい、めちゃくちゃ活躍しましたよね。そう、うん、記憶に新しい、あの僕の写真、おもこ、これこれ。またやんの。連発ね。で、はい、いう選手なんですけども、うん、生年月日は1989年1月9日生まれの30歳ですね。うんうん、相性はマサルと。マサルってね、これ、あれでしょ、田村優だからのマサルって言うでしょ。そう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 、で、多分そのことだと思うんですけど、そうだよね、あとはでもニックネームはやっぱ優とね、はいはい、私の名前で呼ばれてると。うんうん、で、愛知県の岡崎市出身だと。うん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 、で、まあ、ヤギ座、ヤギ座、そこ。でもこれさ、どう考えても田村選手の顔ってさ、もう、うん、俺最初勘違いしてる、絶対沖縄だろみたいな。これ確かあれなんですよ、あの出身地としては愛知県って書いてますけど、この両親 の、 はい、はい、出身地が別なんですよね。ああ、なるほどね。確か父方が愛知県で、お母さんが沖縄出身なんだよね。だからおばあちゃんとかね、あ、今帰りが沖縄にあるっていうことなので、まあ、出身地は愛知県って書いてありますけど、もう半分沖縄が、まあ、うん、第二の故郷というか。あ、だからたまに「いやさあさ」と言ってるわけね。言ってますという感じでございます。言ってないね、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 想像で、今想像でね、想像でね、うん、で181cm の92kg。 おお、まあやっぱでかいね。でかいっすよ、うん、だから 181cm で92kg って結構やっぱ意外ですよね、うんうん、もう結構やっぱ体できてるんだなと。確かにっていうところで、で、まあ、日本代表でのポジションは、まあ、スタンドオフと、まあ、やっぱキックがね、何かと多いポジションだよね。そうですね、うんうん、でラグビー一家であるということですね。で、お父さんの誠さんですかね、うん、もう帝京からトヨタに行って、でこれね結構注目されてますけど、はい、弟の、うん、弟の光選手も、はい、明治からサントリーでスタンドオフやってるんすよ。え、まあ、なんかじゃあ一緒のルートじゃん、スタンドオフ一緒のルートで、しかも明治今、はい、26歳、やばい。ワールドカップの時に、うん、次のワールドカップの時に今の田村選手と同じ年齢になるんですよ。なんかすげえ興奮してるね。興奮してるよ。だってさ、運命的じゃない？いや、知らないけどさ、お前のその運命ぐらい分からないけど。そう、なんかでも、これ、はい、なんだろう、二度楽しめるじゃないですけど。二度楽しめる、分かんない。いや、全然分かんない。全然分かんないですけど、でも、はい、今のファンの人たちも、はい、田村選手が、はい、今これから活躍するの楽しみだけど、なるほどね、はいはいはい、その同じ道をたどってる弟の光選手も、うん、もしかしたら同じ道をたどるかもしれない。田村家二度おいしいね。二度おいしい、二度おいしい田村家、はい、っていうのはすごい注目かなと思いますね。なるほどね、うん、で、ここからちょっと僕の小ネタ一発いいですか。いいですよ、はい、さっき言ったじゃないですか、ヤギ座だって言ったじゃないですか。はい、はい、田村選手好きな食べ物ヤギ汁です。だからか、だからそこピックアップしてたんですね。そういうことか。絶対これ星座関係あるでしょ。いや本当に。それせだってヤギ、だってヤギ座の人全員好きなの。ヤギ汁？ヤギ汁。知らない。ヤギ汁、まずヤギ汁食ったことない。いや僕食べよ。味がわからない。まあでも沖縄、やっぱ沖縄のルーツが関係あるのかね、ヤギ汁っていうのはね。で、あとはその名前、うんうん、田村優選手のその優って優しいっていう字書くんですけども、はいはい、両親のレメメ優ですね、はい、そこに関しては優しい子だったりとか、はいはい、その父が、あのお父さんがね、はい、現役のラグビー選手だったので、その優勝のやっぱ優、あーちょっとあやかる感じでね。そうですね、だから優しさと優勝の優、はいはい、というところが取ってるってところですね。なるほどね、うん、
で結構お酒も好きでね、なんかビールと宮古島の焼酎が大好きっていう感じ。結構あれですよね、最初に言ってましたけど結構こう沖縄人、うん、っていう感じがね、うん、出てますよね。でやんちゃ、あ、稲垣選手の時も言ってましたけど田村選手も相当やんちゃだったっていう感じで、そうですね、うん、であのというのもあのそれこそ聡明戦の時とかね、うん、解説で出てたと思うんですけど、明治時代のちょっとなんていうんだろう、ハイライトというか、はいはいはい、出てたじゃないですか、うん、すっごい眉毛細くなかったですからチャキーンみたいなだから結構そういうやんちゃな時の感じも高校とか大学の時の写真とかに残ってますよね、うん、で同級生に、まあ、そのさっき言ったその山中選手、はい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 、山中選手とかあとリーチマイケル選手も同級生だと。そうかそうかそうか、そうなりますよね。ポジションではキックが多いって言ったけど、やっぱね5歳から中学校まではサッカーやってたんで。そっか、そうっすよね。やっぱそういうキックが上手いっていうのはやっぱそこが関係あるかなって言って、名古屋グランパスのユースから声がかかるほどだったんだ。これさ、やばいよね。これ結構ですよね。あの僕もそのなんていうんですかね、僕サッカーやってないですけど、それこそその同級生とかにユースのチーム入ったやつもいたんですけど、うん、結構レベル違いますよね。ね。このね J リーグのユースチームから声かかるって、そうそうそう、もう相当上手いですからね。でそこからでも高校ではまあラグビー始めて、はい、まあ明治大学に行って、うん、まあ NEC に行って、今はキヤノンと。なるほど。でそのキヤノンといえば田中史選手と一緒っていうところでございます。まあそういうことですね。ですね。うん、はい。でも何を隠そうですね、もうこのイケメンランキング1位なんですよ、日本代表のこう人気選手っていうところではイケメンランキング1位っていうところでもいろんなメディアに取り上げられてると。そうですね。でまたスーツ姿が超かっこいいんだよね。あれでずるい、そうずるい。であの髪型とヒゲ、はいはいはい、あれが人気らしい。あ、もうだからね俺思った、俺もねあのヒゲ行こうかなみたいな。次はもうこの髪型じゃなくてもうあのヒゲ、ヒゲ行こうか。移り変わり激しくなって、キムタクの次田村選手になる。そう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 ちょっと行こうかなみたいな。でソフトモヒカンの感じでね、はい、いやらしいよ。でちなみにあの髪型をもし注文したかったら、はい、まあ、ソフトモヒカン周りはフェードでっていうふうにオーダーすればいいし、大丈夫それ絶対失敗するやつじゃんらしい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 って言うんですね。田村選手の髪型憧れてるそこの君はその注文でいこう絶対いけないやつだ。でまあファッションはでもなんかそんなにファッションはあんまりです。短パン T シャツサンダルスタイルが結構、それこそあれですよね、なんか沖縄、まあ、沖縄か沖縄ですよね、沖縄スタイルですよね。で、もうラグビーに関してはもうめっちゃきっちりしてると、はいはいはい、もうめっちゃきっちりやって、もうそのルーティンもそうですけど、はい、プレーもそうですし、いろんなところできっちりしてるんだけど、他はすごい適当わかりやすいねめちゃくちゃ、ね、適当らしいよ、本当にらしいっすね。そうで、なね、その適当エピソードとしてはもう9時って約束してるのに、はい、まずね、9時行ったことがないんだってそれどうなの逆にわかんないけど結構、うん、社会人の普通の一般サラリーマンだったら結構アウトですよね、うん、でしかもじゃあ9時って約束じゃ何時に行くんですかって言ったら、はい、9時から10時の間っていう。あ、なるほどね。まあ言いたいことはわかる、9時台ってことでしょそう、うん、でもどういう気持ちなの、やっぱこれがなんか沖縄のお母さんもそうだったみたいな、結構そういうルーズさがあるって言って、やっぱ沖縄何でもかんでも沖縄に繋がってくるみたいな。でまあそこがあるからこそ、そのラグビー の, そのメリハリじゃないですけど、うん、このそのメリットこう張ってるところがすごいですよ ね, ギャップがね。やっぱあとノートもね、はい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 、すごいですし、それこそなんかこの前もあのメディアで出て話してましたけど、うん、ワールドカップの試合と試合の間って、うん、やっぱ最長でもやっぱ1週間しかないじゃないですか、はいはいはい、でその間スタンドオフって覚えることめちゃくちゃあるんですって。へー、その相手チームの、その戦略戦術とかに対抗しての策とかっての結構まあブレーン的な役割をするので、それを全部頭に入れなきゃいけないんですって。だからミーティングとかで体のケアよりもずっとパソコンの前に座ってらしいですよ。しかもなんか本人も言ったけど、その身体能力ではなくラグビー IQ で俺は勝負するんだって言った。かっこいい。やばいよね。やっぱ華やかしいポジションだからこそ、うん、なんかその天才的な、あ、キックうまいよねとか、うんうん、かっこいいよねっていう表面的なところばっか注目いきがちですけど、やっぱそれだけすごいなんか考えるラグビーやってますよね、うん、確かに、うん、でその攻撃の司令塔として、それこそ前2015年のヘッドコーチの、はい、エディに、彼は自分の才能にまだ気づいていないって言わしめるほどの、やっぱすごい、もうその時点の時からすごいもの持ってたと言われたい。そんなね、俺もまだ才能気づいてないと思ってる自分の。マジで俺も期待してる、期待してるまあでもその結果ね、チーム最多の51得点の活躍で、これはもう大会全選手の中でも、もう4位と、すごい、うん、いうところでは本当にすごい活躍をねしていたと。すごいですね、うんうん、でもうね、最後の田村選手の涙が印象的だったよね、あの試合の後の、なんかもう、そうで名言で、まあ、心の底からこのチームが好きっていうね、はい
なんかスラムダンクっぽい。確かにわかるわ。まあでもなんかそれでやんちゃだったりとか、はい、なんかそういい加減とかありながら、まあ結構ずぶとさがあるのかなっていう。 あります、うん、っていうのもなんかそれそれこそ僕アナザースカイとかね全部チェックしてるんですよ。はいはいはい、さすがテレビね、さすがで、やっぱり言ってました、うん、キッカーだから、うん、どんな場面でもう蹴るじゃないですか、うん、でやっぱり人間だからどうしても外してしまうことあると、はいはいはい、100発100中というか 100% 決めることってできない、うん、でもめちゃくちゃ重要な場面で自分のキッカーに回ってきて外しちゃったとするじゃないですか。でそこで落ちちゃったらもうその次のプレイからゲーム再開するのに影響してしまうからダメだと、うんはいはい、だからそういうずぶとさみたいなのが自分が成功した要因の一つでもあると。なるほどねっていうのは言ってたんで、はいはい、あまさになと。だってこれまたエピソードぶっ込むけど、はい、高校時代になんかまあ怒られて立たされてたんだってで立たされてたにもかかわらず教室の資格で弁当食うんだって、わけわかんないじゃん立ってる時にまず弁なんかもうその資格で怒られた後資格で弁当食うともうわけわかんないじゃんはいはいはい。で、まあ、その高校時代にその先生がまあお父さんとつながってるから、うんまあ、お父さんに笑いながらも田村はもうこんな感じだよって言ったらお父さんめっちゃキレたらしいんだよねそしたら愛知からまあ国学院栃木だから車で400キロ5時間片道かけて行って、はいわーっても暴れて怒ってブワーって去ってったらしいの、はい、ものの1分2分でブワーってお父さんもすごい、お父さんもやばい、お父さんもすごい。でだけどそんな怒られた田村選手、はい、減っちゃうなんてやばいよね。だ逆にすごいよね、うんうん、だけど片や一方そういう一面もありながら気配りがすごいできる、先輩のために率先としてなんか箸配ったりとか、はい、こう分けたりとかっていうのなんかそのすごくないですか、ね、ギャップやばいよね。ギャップやばいっすよね、まあ、そりゃ女性モテるよな。でもそこの女性にモテるネタで言いますと、うん、あのね、僕大好きなんですけどテラスハウスっていう番組あるんですよ。はいはいはい、はい、ネットフリックスでやってるんですけど、うんね、テラスハウスにゲスト出演してるんですよね、うん、っていうか好きなんだテラスハウス。好きなんですよ僕ね、意外にもうミーハーのとこめちゃくちゃ好きなんですよね、はいはいはい、でそこに田村選手も出てて、実はね田村優選手もテラスハウス好きです、大好きなんですでっていうのも日本代表ねテラスハウス見てるんだって。へえ、練習の後にみんなで集まってテラスハウス見るんだって何何違う、キャッキャキャッキャしてるのしてなんかキャッキャみたいなでだって、うん、男性のチームメイトだけで見てるんだって、うん、練習後になんかね田村選手とかそう好きなんだ ねで唯一その中で見てないのがリーチマイケルだけ見てないですと、うん、見てなさそうって言ってました。リーチは見ないでほしいな。そうですね、なんで田村選手もなんかそういう違った一面というか恋愛界に関してもテラスハウスとかでも見えたんで僕的にはすごい面白かったですね。なるほどね、まあね、田村選手そうやってそれこそねワールドカップで結構完全燃焼を結構下っぽい感じなんかね雰囲気があって、まあ次の目標どうしようかなって時にやっぱトップリーグの、うんまあ、キャノンで優勝っていうところを目指してるっていうところなんですね。そうですね、アナザースカイとかでも最後言ってましたけど、うん、5年後次見るっていうのは、うん、なかなかちょっとその何あるかも分かんないし、うん、難しいと、うん、だから次のワールドカップを目標にするよりもやっぱりまだ経験したことがない日本一っていうのをトップリーグでやってみたいと、うんうんうん、なるほど、そこを目標にしてるっていうことだったんで、そのチームとしては、うん、そのキャノンってそこまで注目度が高かった。そうだね、もうちょっとどっちかというと優勝候補からは外れてるよねっていう、あのね、うん、宣伝の予想とかで言われてますけど、やっぱりね田村選手もいますし、そこの相棒役のね田中史朗選手、もうねハートの強いベテランの田中史朗選手もいますからね、そこのコンビのプレーはどう考えても注目でしょう、うん、ということでトップリーグはそこに注目したいですね。はい、ということで、まあ、イケメンのね田村選手の、はい、そういった違った一面も知りながら試合を見るとまたねなんか別に見えて、ね、より一層楽しめるかなと、そうですね、いう感じでございます。はい、で今日田村選手の意外な一面を知れたなって思った方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、ということでこれからも引き続き日本代表選手の今後の活躍も一緒にね皆さんと応援していきましょうという感じで本日の動画は以上となります。はい、はい、ではいつも通りの締めでいきたいと思います。いきます、せーの、レッツラグビー